今回は、即死チート、第4話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まった。来たー。高遠夜霧の能力。毎週クソデカ名前表示助かる。わたころできるか。結構なんでもできるよ。タイトルロゴがドーン。賢者レイン提供。視聴者に問いかけてそうなサブタイ。この映像をお前が見ているということは、バイオハザード。存存してきたな。即死オブザデッドの時間だー。ゾン100始まった。街を救うのはできそうにない。ゾンビランド。これはもうどうにもならんだろ。ドライな奴らだ。さっさと逃げよかー。マサユキ、こんな見た目でマサユキなの。どんなマサユキだよ。キャラ紹介本当に助かる。お前はとっくに死んでアンデッドになってるじゃねえか。レイン様が。ほんま？マサユキの仕業か。鍵でっか。鍵でかくてわろた。ゾンビタイム終了。こっちはゾンビパンデミック映画になってるが。団長、何やってんだよ。生死は問わない。指名手配されてっけど。あまりにも新宿。ドレスローザじゃん。卑劣な。脅しやんけ。まさゆき楽しそう。ちゃんと放送室にいるの面白い。発展させるのにどれだけ苦労したと。こいつちゃんと市長やって異世界でシムシティしてたんだな。これが渋谷事変か。僕も壇の浦さん追いたい。さすがに音声じゃ逆探知で殺せないのか？おっそうだな。心当たり結構あるな。いたぞー。行ったそばからこれだ。目がマジだ。なんでみんな息吹持ってるんだよ。あ。モブー。配信だ。今週の被害者1号。ひぃぃ。死んでる。嫌すぎる有言実行。かわいそうに、高遠くんを見つけてしまったばっかりに。おっさん。民間人の持ってる武器じゃねえんだよそれ。ちょっとムカついてきたな。お前も相当ぶっ壊れてんな。行けばあっちから来る可能性。ゾンビ操ってるなら前回の要領で繋がり辿って殺せない？ドクロ。ファンタジーっぽいな。アンデッドどう殺すんだよ。ドクロの山。自ら出向いていくスタイル。ハロウィンかな？そうだよ、便乗。マサユキ、終わったな。まあそんなわけねえよな。ミュート見たツッコミ助かる。はぁ？普通に聞いてるの面白すぎる。おい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 。煽り耐性ゼロ。バカか？バカなのか？上から目線は基本。煽り散らかしてる。三下ムーブすぎる。まさゆきやかましいわ。あっさり。アンデッド、死ぬ。死んだが。アンデッドにも聞くのかよ。成仏しちゃった。領主。裏切った。魔物でも骸骨でも即死だぜ。チートとかで済まないだろこれ。ターンアンデッド。あえて切り込んでいった。もう死の概念を壊している。まあツララとかも殺してたしな。クソが。こいつなんでもありかよ。唐突なウルフか。頑張って変身してるけど。ええ？マサユキー。即死。かわいそう。早すぎるし。せめて変身くらいさせてあげて。ひってえ。なんて無慈悲なアニメなんだ。さらばマサユキ。何もする気はないし被害は出したくない。開始10分で解決したな。レインとシオン。賢者はシオンって名前じゃなかったの？あ、先週に亡くなったのとは別なの？賢者が多すぎる。賢者もいろいろいるのだな。お、精神操作。金とも役に立つこともあるのか。やばそう。操られてるのか。ものすごい数の信者が。あ、そうだ、唐突。でかい鍵の出番。やべえよやべえよ。市長がずっとかわいそうすぎる。クソデカキー何のためにあるんだ。神話生物以上。この二人が一段かわいい。ずっとそのポーズしてるの腕きつそう。これ以上関わるべきではない、それはそう。この発言一週間前も聞いたな。囲まれた。やめとけやめとけ。殺すんかい。モブに厳しい。容赦なくモブを殺す。これもう全員やるしかねえな。貴重な街の人が。サクサク死んでくモブでクソワロタ。おい市民を殺すな。試される大地。容赦なく虐殺していく。どうにでもできるんだけどね。やっぱり皆殺しじゃないか。そんな人ごとみたいに言ってるけど。そりゃ辛いだろ。こいつすげえサイコパスだな。みんなどこから武器持ってきてんだよ。直接でダメなら間接的に。結果的に殺す。すー。幽体離脱。は？どういう状態？また現実なのか。なんだこの可愛いアイキャッチ。アイキャッチ可愛くて草。
アイキャッチになったけど生き残れるかな。お前今回死ぬのか？誰？かわいいかよ。今週この子が処されるのか。これは一体、お兄様かな？適当に増えておいてくれ。めっちゃ増える。マジで適当に増えすぎだろ。即死 VS 無限再生か。身代わり作戦、割と有用そう。アグレッサーだ。こいつもすぐ死ぬんやろな。すなぁ。街がめちゃくちゃになる？シムシティやっててこんなん来たら即リセットですわ。増えてる。多すぎるやろ。悟りな劇場。喋るのかよこいつらも。どうにかできる？あれもドラルクみたいにすぐ死ぬか？できるんかい。いいノリツッコミだ。ん？今なんでもって。漁師様、いい人すぎない？死ね、ちょっと力強い言葉。爆発しそう。上から来るぞ。伏せろ。町が大惨事に。ああもうめちゃくちゃだよ。殺意に紛れ込ませて。全方位攻撃。高橋の町が、都市が壊滅しちゃう。今回徹底的に市長と市民がかわいそうだよね。パフパフ。おっぱいに顔を埋めるな。お胸様に話しかけるんじゃない。高橋いいツッコミ。キレのあるツッコミありがとうございます。どうにかしろと言われても、ツッコミキャラが増えるの助かる。ちょっと信じがたい光景ではあるんだけど、壇ノ浦さんの視力相変わらずすごいね。レイン様レイン。これ自爆攻撃なの。人間大砲。あれミサイルだったのか。分身に人権なさすぎて面白い。レイン様だろもう。直接狙ってくれれば楽勝。やれるの？防災無線。警報が遅すぎる。もう手遅れだよ。メイヤー。市長向けスキルとかあるんだ。被害状況アイコン。そんなシムシティみたいなメーター出るんだ。やっぱりシムシティ市長じゃねえか。同じところに砲弾は落ちないって言いますからね。高橋が地味に役に立ってるな。管理をしている街の中なら瞬間移動できる。瞬間移動できるの？飛来神の術か。転送。頼んだぞ。手を繋いでる。ハリウッド映画よろしくかよ。わざと落下地点に。自分から向かって行ってもいいの？フォースフィールド。金とも役に立ってる。自動音。不正だ。バリア強い。万能すぎるぜ。有能すぎる。バリア出せるんだ。服の下に。服の下に。フレキシブルマテリアル訳してフレマル。本当に平安時代の人なの。平安時代キャラというキャラ付けの可能性があるな。複製がやられた。なんか全員死んでる。同一テンプレート。一体死ぬと全部死ぬんだ。ずっと強気だな。体がバカな。別次元にいる本体も殺せるのか。そりゃ何よ。どんな理屈で死んでいる？落ちたな。レインシス。遠隔で殺せるのやばすぎる。あのコースクートは。こいつも本体じゃないんか。なんか死んだ。レイン様も死んどるやんけお？別次元の本体まで殺せる、さすがチート。もう無茶苦茶すぎるだろ。どうやったんだ？こんなところはさっさとおさらば。もうこれ主人公をどう倒すかを見るアニメかな？む。アイキャッチの娘。ピンクドリルちゃん来たー。本物の棺桶になりそう。すぐ火事になりそうな部屋だ。ソフィーちゃんかな？サブ隊回収。おまわた。これが本体ってこと？なるほど。本当の本体はこれか。つまり、どういうことだってばよ。ありがとうと言われても。なんか服変わってる。あんな人に敬意もねえよ、死体蹴り。いいんだ。ゲームしてる。クソゲーやめろ。ゲームの時点で運転下手。レースゲームだといつも壁にぶつける。運転できるのか。大丈夫かなー？壇ノ浦式走行術。こいつ本当に平安時代の霊か？壇ノ浦すげーな。富谷湯さん運転までさせてられてる。とりあえず運転してみよう。出発。頑張ってー。ブオーン。はしゃぐ壇ノ浦さんかわいいね。侍。新たな女が次々と。これ残り時間的にアイキャッチが生還しそう？あいえいえ。忍者。異世界はスマートフォンとともに。伊勢スマになってきたな。こっそり持っていった。は？忍者だから勝手に潜り込める。どういうつもり？アメリカン忍者。高藤くん監視ツール、そんなで回ってるんだ。現実世界の工作員か。どんなクラスやねん。高藤くん専用衛星。地球でも普通に監視してる連中が複数いるのか。クラスに地球の諜報員混ざってんのかよ。第一問。どういうことだよ。
八門遁甲の陣でも使ってんのかい。アルファオメガ第一門って何？なんで電波通じてるんや。高藤くん監視ツールって、何？アルファオメガ。なんだそのサブ隊は。第一門じゃないんかい。お手手つなぎ提供。元の世界でも重要人物っぽい。まあ即死とか持ってるやつは監視対象だよな。意外と世界観設定複雑そうだな。もはや相変わらずと言っていいほど二人の命が圧倒的な軽さで消えていくからすごいよなやっぱ。レイン死亡もどう能力が作用したか説明ないし普通に気になる。そういえばアイキャッチの子、生き残ったじゃん。前回アイキャッチが死亡フラグと見せかけて、今回大量死したのにアイキャッチにいた二人は生き延びてるのでもう何も予想がつかんこのアニメ。よぎりくん監視されててたのね。まああんな危険極まりない人物の話にはできんわな。レインは別次元の本体が死んでいると言ってるし、幼女に対してお前は私の複製だとはっきり言ってるのにこの子が本体かって言ってる奴がいるのが不思議すぎるんだが。なんだよ、異世界にも普通にいい人、市長いるじゃないか。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。